になってようやく試合に勝った実感が湧いてきました。この試合で多くを勉強させてもらったと九条さんは言いましたが、実は私も同じ感想です。観客席にいた皆様は気づいていないかもしれません。ですが、何度も危険を乗り越えることができたのは、あなたがそばにいて敵の攻撃を引きつけてくれたからです。あなたがいなければ、私一人では絶対に勝てませんでした。剣術の腕はまだまだあなたには及びませんね。そうですか。そんな風に言われると、今からでもあなたと手合わせをしたくなってきました。実を言うと、旅人さんと知り合って以来、ずっとあなたと技を磨き合いたいと思っていたのです。今日の模擬試合で、この願いは半分叶ったようなものでしたが。はい。でも、その前に。ちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいね。いつか私に盗まれたら、あなたの命も私の手の中に落ちちゃいますから。ずっとこういうセリフを言ってみたかったんです。おかしかったでしょうか。おい、お前たちゆっくり歩いて、何内緒話してるんだ。いつかちゃんと試合をして、どちらの剣術の腕が上か決めようと話していたんです。おお、綾華は剣術のことに対して真面目だな。でも綾華と旅人は友達だろ。それでも試合するのか。友達だからこそ常に切磋琢磨して励まし合うのです。へえ、確かにそれも一理あるな。旅人さん、先ほどの話は二人だけの秘密ですよ。お、綾華、なんか言ったか。いいえ、行きましょう。